4つの即興曲作品 90D899 はフランツ・シューベルトが晩年1827年頃に作曲したピアノ独奏曲。構成的な追求よりも自由な旋律部を優先させている。同時期に作曲された4つの即興曲作品 142D935 が一つのソナタに見立てられるのと異なり、それぞれが自由に彩りある個性を見せている。 作曲年に第1.2曲のみ出版され、1857年に後半の2曲が出版された。表題はトビアス・ハスリンガーの出版社により与えられたものである。シューベルトのソナタやサスライビトほどは難しくないとされ、よく学習の教材として扱われる。おおむね三部形式であるが調整が不安定で、幻聴に解決しないまま終わっている作品が多い。 アレグロモルトモデラート破綻長。冒頭に現れる主題による自由な変奏曲である。助走はジオとのオクターブ。右手の単旋律のみの主題が寂しげな効果を出している。すぐに変異帳調,調に移り、変異帳調を交えながら三連符に乗って、雄大な歌が始まる。店長が多く破綻長を確認できるのは調合のみで、ある。コーダは同志派長派帳調。 最弱音で静かに終わる。冒頭と異調する主題は、翌1828年に作曲する、ピアノ・ソナタ第21番変路ロ・長ョウチョウ D960 の第4楽章に、同様の構成を彷彿させる旋律になっている。第2曲アレグロ変歩長チ,チロンド形式、チェルニーの練習曲に似た三連符の無休動音階が中心なので、ピアニスティックな技巧を見せつけている。 露丹町、変保丹町の挿入部は効果的で、コーダも変保丹町で終わっている。暗断手変と蝶々。無言花風の落ち着いた火星に、中西部の三連符アルペジョが装飾を施す構造。2分の2拍子を表す記号が2つ並べられているので、作者本人による2分の4拍子の指定とされている。出版時は出版業者の意向で、と蝶々に委譲されていた。 アレグレット変異蝶々。変異単調のアルペジョが徐々に変異蝶々に変化していく。演奏も比較的容易で親しまれている。左手のバリトンが美しい。中間部はエンハーモニックな家族調のエハ単調で暗い情熱がたばちる。ありがとうございます。